428封鎖された渋谷で、は、2008年12月4日に、セガより発売された、Wii 用サウンドノベルゲーム。チュンソフト開発で、セガ、チュンソフトプロジェクト作品の一つ。2009年9月にはスパイクより、プレイステーション3版及びプレイステーション、ポータブル版が、2011年11月には、チュンソフトより、iOS 版版が発売。 インターフェースの改良や PS3 版はハイビジョン出力やリアル5.1チャンネルサラウンドに対応する。ゲーム本編中に追加要素はないもののオフィシャルガイドブックに収録されているエピローグがスペシャルエピソードとして追加されている。iOS 版は64ビット非対応のため iOS11 以降はサポート外となった。 2018年9月にはプレイステーション4版と Windows 版がスパイクチューンソフトから発売された。PS4 と Windows 版は日本国外でも428渋谷スクランブルとして発売された。廉価版は2010年2月25日にみんなのおすすめセレクションとして Wii 版が同年12月2日にスパイクザベストとして PS3 版。 PSP 版が発売されたほか、2011年3月には PS、PSP のダウンロード版が配信開始された。CM キャッチコピーは、さらば、昨日までの渋谷。渋谷スクランブルスクエアの展望施設、渋谷スカイより見下ろした、渋谷駅前のスクランブル交差点。チュンソフトのサウンドノベルシリーズ。渋谷の街を舞台に繰り広げられるサスペンスである。渋谷が、 舞台、実写を使用、複数主人公制など、同社の街運命の交差点との共通点が多いのも特徴で、内容に直接の関係はないが、同作の10年後の話であることをほのめかす記述がいくつかある。なお、それぞれの主人公ごとに別々の物語が並列して進行していた街とは違い、本作では主人公全員が 同一の出来事に直接的、または間接的に関わっており、メインシナリオ全体で一つの物語となる構成となっている。総監督の石井次郎は、渋谷を舞台にした理由は、全国的に有名であり、かつ、老若男女が偏らずにいる点、また、町のファンを喜ばすためと語っている。また、町の続編にしなかったのは、同作が、 商業的に成功したわけではなく、いいとこどりをしつつ新たなオリジナルのものとして、ユーザーに提案したかったからと語っている。428のタイトルはロボットが提案したもので、渋谷のダジャレが由来となっている。それに合わせて、劇中の日付も4月25日から4月28日に変更した。週刊ファミ通のインタビュームービーではプロデューサーである、 中村光一が4月28日に起こった10時間の出来事を描く 24-24- 24のようなものが作りたかったとコメントしている。本作と意味引き祖は機種が決定していない段階でパソコン上で動く状態で開発を開始し、その後発売が決定した家庭用ゲーム機に移植するという手順で開発が行われている。そのため、w PS3 のモーションセンサーなど独自機能はあえて使用されていない。開発責任者である石井二郎はインタビューで、サウンドノベルというゲームは普通のコントローラーさえあれば、プレイできるものだと思っていますと語っている。ただし、モーションセンサー機能を使用する各種、シナリオが存在する。渋谷の街を舞台に、複数の主人公のストーリーが密接に絡み合いつつ、 同時進行する。特定の主人公のストーリーを読み進めているだけでは、行き詰まるようになっており、複数の主人公をこまめにザッピングする必要がある。ゲームの進行状況や選んだ選択肢は5分単位で構成されたタイムチャートで、視覚的に確認でき、清見の時間帯であれば自由に移動が可能。渋谷スクランブル交差点8校前広場8校前。 広場の出派5001号車4月28日午前10時渋谷中央署の新米刑事加納深夜は渋谷スクランブル交差点にいた渋谷管内で女子大生誘拐事件が発生し犯人は被害者大沢マリアの妹に現金5000万円を持たせるよう指示加納は先輩刑事の笹山と共に身の白金引き渡し現場に張り込んでいた 配属後、初めての大事件捜査に緊張する可能。同じ頃、渋谷の少年グループの元ヘッド遠藤あちは、日課のゴミ拾いに精を出していた。渋谷駅前まで来た、あちは、八公前にアタッシュケースを持って佇む少女、大沢瞳と,と、彼女に向けられた銃口を目撃する。危険を察した、あちは、銃を持った杖の男から瞳を守るべく、彼女を連れて、 渋谷の街を逃走することになる。誘拐事件の捜査のために犯人を追って奔走する、可能。瞳と行動を共にするうちに徐々に事件に関わっていく、あち。二人の青年を中心に、取材で、渋谷を奔走する自称便1ンンフリーライターミノリカは、ミノル、誘拐被害者の父親で、ウイルス研究者の大沢健治。 インチキ商品の販売を手伝うことになった記憶喪失の謎の着ぐるみたまらの物語が複雑に絡みつつ渋谷の街は騒乱の渦に包まれていく。やがて単なる鋭利誘拐事件と思われていた裏側に世界のパワーバランスを揺るがす大きな陰謀が隠されていたことが判明し物語は予想もつかない急展開を遂げていくのであった。 道玄坂のシンボルの東急、道玄坂渋谷センター街渋谷警察署、外国人により身の白金受け渡しがされた、明治通りの歩道橋メディアを再生する、渋谷スクランブル交差点の早送り動画本作は、日本ゲーム大賞2008フューチャー部門を受賞した。週刊ファミ通のクロスレビューでは、史上9本目となる40点満点を記録した。 2008年発売ソフトのユーザー、満足度ランキングでも、メタルギアソリッド4、テールズ・オブ・ベスペリアに次ぐ3位になっている。2017年6月22日号、週刊ファミ通ゲームジャンル別総選挙第5回、アドベンチャーゲーム総選挙では、シナリオや演出を高く評価され、シュタインズ・ゲートに次ぐ2位にランクイン。2009年7月15日より更新されたみんなの、 ニンテンドーチャンネル内おすすめランキングでは2010年8月までの約1年間最高評価のプラチナランクに入っていた。シナリオ担当の北島行徳による小説版が講談社のレーベル講談社ボックスより発売。全4巻。石井二郎全面協力により脚本家桑原優子の原案をもとに劇団名天使編が書き下ろされている。 イラストは、N 村。10時 13, ISBN -13、00ISBN 978から4から06から28万3720から013時 -15、00ISBN 978から4から06から28万3726から25時 -17。 零零 ISBN978 から4から06から28万3729から317時マイナス20零零 ISBN978 から4から06から28万3732から3タイプムーン制作のボーナスシナリオ2を題材にしたテレビアニメ慶應源が2009年7月より全13話が放送された 本編シナリオの2年後が舞台で本編のキャラクターの一部も登場する。また、このアニメ関連のインターネットラジオも3番組配信されている。ありがとうございます。